テニスの全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、グランドスラムは日本時間30日、現地29日、シングルス2回戦が行われ、世界ランク134位の大阪直美は大会2連覇中で第1シードのアイシフィオンテク、ポーランド26、26の7、1から7、6の1。 5の7のフルセットで惜しくも敗れ2回戦敗退となり2019年以来5年ぶり4度目の3回戦進出とはならなかった試合後の会見で大阪は敗れたものの最悪ではありませんと語った動画大阪直美世界一位シフィオンテクに惜敗決着の瞬間 出産を経て今シーズン復帰した26歳で元世界ランク1位の大阪が全仏オープンに出場するのは2022年以来2年ぶり7度目。最高成績は2016年、2018年、2019年の3回戦進出となっている。今大会にはスペシャルランキング、出産や負傷などによる長期離脱選手の救済制度を使用してエントリー。 1>, 1回戦では世界ランク67位のエル・ブロンゼッティ、イタリア、5・6・1、4・6、7対5のフルセットで破り、同大会3年ぶり5度目の初戦突破を果たすとともに、四大大会で約2年4ヶ月ぶりの白星を挙げた。シフィ・オンテクトは過去2度対戦しており、1勝1敗。直近の対戦は2022年のマイアミ・オープン、アメリカ、マイアミ、ハード、他戦、決勝で、 この時はシフィ・オンテクが64 6 4 6 0のストレートで勝利している。この試合の第1セット、互いに一度ずつブレークを奪いタイブレークに突入。タイブレークで大阪は1ポイント目で強烈なリターンからミニブレークを許し、開始から4ポイントを連取され、先行される。それでも続く第2セット、大阪は10本のウィナーを決めた一方、アンフォーストエラーを2本に抑える好プレーを披露。 わずか1ゲームしか取られることなく、1セットオールに追いつく。迎えたファイナルセット、大阪は先にブレイクに成功しゲームカウント3対0とリード。その後はブレイクを返されることなく、サービングフォーザマッチを迎える。しかし、大阪は一度のマッチポイントを握るもミスを犯し生かせず、土壇場でシフィオンテクにブレイクバックを許す。さらに第11ゲーム。 2度のブレークポイントを握られた大阪最後はダブルフォルトを犯し2度目のブレークを許すと2時間57分の激闘の末に力尽きた試合後の会見で大阪はこの一戦を振り返った本当に楽しい試合だったと思いますおそらくこれまでで一番楽しい試合でした雰囲気も最高で観客の皆さんも楽しんでいる様子が感じられました 間違いなくとても思い出深い試合でした。最悪ではありません。確かに良い気分ではなく、コートを出たときには泣きました。でも、去年この大会で優勝したいが、シフィオンテクを見ていたことや、自分が妊娠していたことを思い出しました。彼女と対戦することが私の夢だったんです。そう考えると、かなりうまくいっていると思います。それに、 自分に厳しくなりすぎないようにしているんです。彼女の得意なサーフェスで対戦したと思っています。私はハードコートの子なので、自分のサーフェスで対戦してどうなるかやってみたいです。オーストラリアでも話しましたが、私は9月、ハードコートシーズンに向けて準備しているんです。敗れはしたものの、大阪はこれまで苦手としてきたクレーコートで女王を追い詰め、確かな手応えを得た。 勝利したシフィオンテクは3回戦で世界ランク42位のエムブズコバ、チェコ、とラッキー・ルーザーで本戦入りした同135位のジェイフェット、クロアチア、の勝者と対戦する。